どうもブーです、以前、修理に出しました、二眼レフカメラのブーのミノルタのオートコードの修理ができましたとの連絡がありました、今から、東京フィルムカメラ修理工房さんに撮りに行きたいと思います。レッツゴー、うん、バレです。いいお天気ですよ。ここで、これに連動してチャージカムっていうのがこう押すんですね。ここにあるレバーをで、こっちに行き切ったらここで止まって、要はシャッターがチャージできたっていうことになって、これを押したらまたこれがストンってシャッターと一緒に戻るんですけど、これを回した時に押すんですけど押し切れないんですね。最後までいかない。そうです、最後までいかない感じで、最後までもうほぼ行ってるんですけど、おまけに最後まで行ったらここにカチンとロックがかかるんです。今度はそのロックの動きも悪い、ダブルなんで、非常巻いても巻いてもシャッターが押せないっていうのは、要はチャージしきれずに、これが押すんだけどロックもできずにまた戻ってきてしまってるんで、シャッターがチャージできずシャッターが切れないといった感じですね。はい、で、あとは、あともちろんですね、絞りとかシャッターの動きもやっぱり、悪かったんですね。汚れとか古い油とかがちょっとついてて、この辺のシャッターですね、今はもちろんシャッターも動いてるし、今シャッターが開いた瞬間に奥の絞りも見えると思うんですけど、あの絞りもちょっと動きが非常に悪かったんで、それも一緒に直してるという感じですね。で、あと、この下にミラーがあって、でこっちはあの写真撮る方じゃなくてファインダーで見る方のレンズですけど、それを、ここでミラーで反射してここで見るんですけど、そのミラーがもう曇っちゃって、これも撮れないんですね。一旦曇ると、よく点々とかなんか白っぽく、そうそう、もうカビとか腐食とか、ここが曇っちゃうと当然、ファインダーは見えが悪い、あるいは暗いということになっちゃうんで、そこは新しいミラーに変えました。ので、しばらく触ってなかったでしょうから、どのぐらい暗かったかなんて覚えてらっしゃらないでしょうけどおそらくまあまあでも見やすくなってるとは思います。おお、見やすい感動で、そう、清掃もなるべくしましたけど、はい、もうガラス自体にちょっと傷がついてっちゃったりするんですよ。どうしてもここはガラスが露出してるから、この中は、はい、どうしてもゴミが入ったり取れない汚れがついちゃったりっていうのはできる限りの清掃ですけども、
ルーペでアップで見たらちょっと、傷とかが見えちゃってるとは思うんですけど、まあ写りには関係ないですし、はい、そんな撮影の邪魔になるレベルのものはないと思います。ちょっと見せて見せて。すごく綺麗に。あれ、前撮ったのよりすごい明るい。明るい。それはこいつの、こいつが原因ですね。本当に。あれ、前ここの画面撮った時は周りもっと真っ暗に。ああ、なるほど、そうでしょうね、これだけ曇ってるとその影響あると思うんですよ。こんなに見づらいんだとか思ってたのに、もともとはそんなことないですね。それ完全に新品のガラス切り出しなんで。ああ、はい、すごい。あのそれが本来の明るさだと思います。すごいです。覗いた瞬間に明るいのがすぐ分かりました。感動です。早く撮りたいです。東京フィルムカメラ修理工房さんで、なんともうね、すごいびっくりです。こんなに綺麗になっちゃってって、皆さんからしたらちょっとボロボロじゃないと思うかもしれないんですが、ブーからしたらとってもピカピカになりました。ファインダーもすごく覗きやすくなりまして、もう撮るのが楽しみです。本当に涙が出てしまう、感動です。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。それこそ本当もよろしくお願いいたします。また持ってきます。ありがとうございます。肉まんだって。肉まんいいんじゃない。なんか美味しそうなもの見つけちゃいました。ちょっと行ってみようかな。ちょっと歩いてたら美味しそうな匂いがしたので買っちゃいました、ミートプラザ西島さんでメンチカツとコロッケと国産牛串カツ、揚げ物大好き。早速いただいてみましょう。ではコロッケから大きい、いただきます。あったかい、あ、サクサクホクホク美味しい。幸せ。あ、続きまして、国産牛串カツ、ドン。いいですね、この食べやすそうなサイズ。いただきます。最初は玉ねぎが来ました。肉なんだこれ。串カツで、まあ大体豚肉とかで、四角いお肉入ってるのに、なんだろう、しゃぶしゃぶ肉みたいのがこう、薄い肉がこう、こういう感じで多分入って、美味しいぞ。あ、初めてこんな串カツ。わかるかな、ほらお肉。ね。美味しいですよ、ちょっとこれ。新井薬師にあります。あ、玉ねぎちゃんと入って。これ美味しい。初めて食べたこんな串カツ。
最後は名物のメンチカツです。まんまるね、いただきます。これまたサクサクでジューシー、あ、おいしいな。お肉の肉汁ぶわもっと食べたい。おいしいね。今日はブーの二眼レフミノルタのオートコード修理が出来上がりましたので、東京フィルムカメラ修理工房さんに行って受け取ってまいりましたね。え、相棒です。これからこの子と一緒にいろんなところに行っていっぱい写真撮りたいと思いますよ。そしてミートショップ西島さんで揚げ物食べました。美味しかったです。まだね、カニクリームコロッケとかね、アスパラ巻きみたいにもあってね、全部食べたかったけどね、まあまあまあ3つにしました。3つでも十分ですね。美味しかったです。さあさあ、次はどこに行って何を食べましょうか。こいつも一緒にね。それでは皆さん、ごきげんよう。